こんにちは、荒川恭平です。こんにちは、片桐千秋です。ニュースクリップ、ここからは全国の皆様にお送りします。水曜日のコメンテーターは毎日新聞客員編集委員でジャーナリストの近藤克重さんです、はい、よろしくどうぞお願いします。 水曜日は中国の今、ジャーナリスト福島香織さんです。よろしくどうぞよろしくお願いいたします。福島さんがこの時間クリップした中国のニュースはこちらです。中国とアメリカによる貿易摩擦解消に向けた2回目の公式協議が終わり、中国の劉鶴副首相は、両国は貿易戦争をせず互いに追加関税措置を停止する共通認識に達したと述べました。早速中国政府は輸入自動車に対する関税を現行の 25% から 15% に引き下げると発表し、アメリカとの約束を果たした格好です。米中貿易戦争は回避されたのか、そしてその背景にある北朝鮮をめぐる駆け引きは果たして、福島さんに最新事情を伺います。はい、米中協議の内容というものも気になるところでしょうし、はい、どう展開していくと見たらいいんですか。まあ、この米中協議の今回の2回目の結果で、まあ、世界中は貿易戦争回避できたとほっとしたところかなと思うんですけれども、ただムニューシーさんは記者会見で保留っていう言葉を使ってるので、はあ、これで解決っていうわけでは、まあ、ないみたい、暫定的な合意っていうの言い方もしてるんですよね。で、一応今回は中国がアメリカの対中赤字を相当削減するということで、まあ、アメリカ側が引いてやったぞという、こういうメンツをそのアメリカに立ててもらった、アメリカ側の方が、まあ、メンツが立てられたみたいな雰囲気に見えるんですけども、はい、まあ、後でトランプさんが言ってるように不満なんですよね、アメリカ側。これは、まあ、勝負あった、どっちにあったっていうふうに言われると、およそ中国側がうまく立ち回ったというふうに、見られると思います。で、共同声明には中国は米国の製品やサービス購入を大幅に増やすと明記して、うん、で、知財権保護の、強化も盛り込みました。でも実は全面的合意には至っておらず、まあ、協議を継続するという形にしてます。で、まあ、肝心のその知財権保護、つまりアメリカが起こっているそのハイテクの技術を中国側が、まあ、盗んだと。で、知財権って知的財産権の保護。すみません、知的財産権ですね。はいはい、で、知的財産権を、まあ、侵害してですね、アメリカの技術を盗んで、それで中国が大幅にその貿易黒字を上げていると。貿易黒字2000億ドルをこう削減せよみたいに迫ったんですけども、その2000億ドルまで削減するというふうには、まあ、今回なってませんし、ちょっとしか、実際、数字で出しても、とてもそれに及ぶものではないですし、うん、また ZTE の ZTE っていうのは中国の大手スマホメーカーで、はい、まあ、今回この通商協議とは別のところで、アメリカが、禁輸措置を取ったんですね、うん、その ZTE に提供する、まあ、チップ、ハイテクのチップを、もう7年間輸出しないということになって、これ続けられると間違いなくその中国最大の、はい、最大ではないですけども、大手スマホの、ZTE というのは、うん、潰れてしまうというふうに、見られてたのが、まあ、その別枠で制裁の緩和っていうことは、うん、ほぼ合意になってるんです。まあ、罰金支払いということなんですけど、やっぱり禁輸措置よりは、まあ、罰金だけの方がまだ随分マシだということなんですね。うん、ということで、まあ、全体的に見るとアメリカが、まあ、中国をまあ、許してやったというふうにも見えるし、大幅譲歩したというふうにも見えるし、まあ、中国がどこを勝ちとしているか、その設定には、よりますけれども、本気でアメリカが、やれば、中国の、つまりハイテク覇権っていうのが完全に潰れる、通信覇権、ハイテク覇権と言われるものが完全に潰される可能性があったんだけども、そこは許してもらった、うん。近藤さん、中国とアメリカっていうのは直接こうした、問題あるはあるんでしょうが、北朝鮮っていうのも、お互いの国、やっぱりどっかに持ってるわけでしょうね。いやー、それこが、やっぱり今、世界中が、
アメリカと中国が北についてどう思ってるのかって福島さん一番の関心じゃないですかね今。そうですね。で、まあ実はちょっとアメリカの大学、コロンビア大学から来てたまあ専門家で安全保障の本なんかも出してる方とちょっと話したんですけれども、要するに北朝鮮っていうことにの問題に関してはもうすでに中国はある程度の成功を収めた。つまり、キム・ジョンウンとその、をこの対話の場に引きずり出すということが中国のおかげであるというふうにトランプにすでに認めさせているという段階で、まあ、中国というのはその自分の役割を果たした感があるんですね。でそうなるってくると今度の米朝首脳会談でそれがどのような結果になるかっていうのは、もう自分の責任じゃなくて米朝君たち2人の話し合いの結果で、決めてくださいと、だから私たち中国自体はそんなに干渉しない、中国の仕事はここまでみたいなところがあるというふうに見てましたね。で確かに客観的に見ても、その金正恩さん2回中国に来てる割には中国側が動いてないんです。金正恩北朝鮮のために動いてない。で私はアメリカに組みするというか、まあもう北朝鮮見捨てるのかなと思ったんですけども、そういう言い方で、その専門家はそういう言い方ではなくて、北朝鮮の問題はもうアメリカに任せると、その結果どういう結果になっても北朝鮮が特に損をするというふうにはならないというふうに見てる。まあそれは最低限北朝鮮は絶対親米派にならないって見てるんです。これそれはありえない、トランプがそれを認めないというふうに見てるっていうのもありますね。2回目に会って以降北朝鮮の態度が変わったのは中国の影響だって言ってトランプ昨日が今日言ってましたよね、はい、あれはどういう意味なんですか。まあ、要するに北朝鮮がそれは多分肯定的に言ってると思うんですけども、話し合いに、まあ、応じるっていう、あれですね、まず1回目の後に3人の、人質が帰ってきた。でこれは北朝鮮のおかげだというふうにトランプも言ってますよね、で2回目は北朝鮮、まあ、かなり強気に出てる、そのことを言ってるのかちょっとすみません私、まだわからないんですけども、まあ、全体的にはその中国はその客観的しようと、まあ、客観的立場を貫こうとしているというふうに見えますね。はい、お時間です。はい、ありがとう。
ふうにはならないというふうに見てる。まあ、それは、うん、最低限北朝鮮は絶対親米派にならないって見てるんです。これそれはありえない。トランプがそれを認めないというふうに見てるっていうのがありますね。2回目に会って以降北朝鮮の態度が変わったのは中国の影響だって言ってトランプを昨日か今日言ってましたよね、はい、あれはどういう意味なんですか。まあ、要するに北朝鮮が、それを多分肯定的に言ってると思うんですけども、話し合いに、まあ、応じるっていう、うん、あれですね、まず1回目の後に3人の、人質が帰ってきた。でこれは北朝鮮のおかげだというふうにトランプも言ってますよね、うん、で2回目は北朝鮮、まあ、かなり強気に出てるそのことを言ってるのかちょっとすみません私、うん、まだわからないんですけども、うん、まあ、全体的にはその中国はその客観視しようと、まあ、客観的立場を貫こうとしてるというふうに見えますね、はい、うん、お時間です。はい、ありがとうございます。荒川恭慶です。こんにちは、片桐千秋です。ニュースクリップ、ここからは全国の皆様にお送りします。水曜日のコメンテーターは毎日新聞客員編集委員でジャーナリストの近藤克重さんです、はい、よろしくどうぞお願いしま します。水曜日は中国の今、ジャーナリスト福島香織さんです。よろしくどうぞよろしくお願いいたします。福島さんがこの時間クリップした中国のニュースはこちらです。中国とアメリカによる貿易摩擦解消に向けた2回目の公式協議が終わり、中国の劉鶴副首相は両国は貿易戦争をせず互いに追加関税措置を停止する共通認識に達したと述べました。早速中国政府は輸入自動車に対する関税を現行の 25% から 15% に引き下げると発表し、アメリカとの約束を果たした格好です。米中貿易戦争は回避されたのか、そしてその背景にある北朝鮮をめぐる駆け引きは果たして、福島さんに最新事情を伺います。はい、米中協議の内容というものも気になるところでしょうし、はい、どう展開していくと見たらいいんですか。まあ、この米中協議の今回の2回目の結果で、まあ、世界中は貿易戦争回避できたとホッとしたところかなと思うんですけれども、ただムニューシーさんは記者会見で保留っていう言葉を使ってるので、はあ、これで解決っていうわけでは、まあ、ないみたい。暫定的商協議とは別のところで、アメリカが、金融措置を取ったんですね、うん、その ZTE に提供するまあ、チップ、ハイテクのチップを、もう7年間輸出しないということになって、これ続けられると間違いなくその中国最大の、はい、最大ではないですけども、大手スマホ の ZTE というのは、うん、潰れてしまうというふうに、見られてたのが、まあ、その別枠で制裁の緩和っていうことは、うん、ほぼ合意になってるんです。まあ、罰金支払いということなんですけど、やっぱり金融措置よりは、まあ、罰金だけの方がまだ随分マシだということなんですね、うん、ということで、まあ、全体的に見るとアメリカが、まあ、中国をまあ、許してやったというふうにも見えるし、大幅譲歩したというふうにも見えるし、まあ、中国がどこを勝ちとしているか、その設定には、よりますけれども、本気でアメリカが、やれば、中国の、つまりハイテク覇権っていうのが完全に潰れる、通信覇権、ハイテク覇権と言われるものが完全に潰される可能性があったんだけども、そこは許してもらった、うん、近藤さん、中国とアメリカっていうのは直接こうした問題あるはあるんでしょうが、北朝鮮っていうのもお互いの国やっぱりどっかに持ってるわけでしょうね。いや、それこがやっぱり今世界中が
アメリカと中国が北についてどう大きな合意っていうの言い方もしてるんですよね。で一応今回は中国がアメリカの対中赤字を相当削減するということで、まあアメリカ側が引いてやったぞというこういうメンツをそのアメリカに立ててもらっアメリカ側の方がまあメンツが立てられたみたいな雰囲気に見えるんですけども、はい、まあ後でトランプさんが言ってるように不満なんですよねアメリカ側。これは、うん、まあ勝負あったどっちにあったっていうふうに言われるとおよそ中国側がうまく立ち回ったというふうに、見られると思います。で、共同声明には中国は米国の製品やサービス購入を大幅に増やすと明記して、うん、で、知財権保護の、強化も盛り込みました。でも実は全面的合意には至っておらず、まあ、経営を継続するという形にしてます。で、まあ、肝心のその知財権保護つまりアメリカが起こっているそのハイテクの技術を中国側がまあ盗んだと。で、知財権って知的財産権の保護。すみません、知的財産権ですね。はいはい、で、知的財産権をまあ侵害してですね、アメリカの技術を盗んで、それで中国が大幅にその貿易黒字を上げていると。貿易黒字2000億ドルをこう削減せよみたいに迫ったんですけども、その2000億ドルまで削減するというふうには、まあ今回なってませんし、ちょっとしか、実際、数字で出しても、とてもそれに及ぶものではないですし、うん、また ZTE の ZTE っていうのは中国の大手スマホメーカーで、はい、まあ、今回この通持ってるのかって福島さん一番の関心じゃないですかね今。そうですね。で、まあ、実はちょっとアメリカ の大学コロンビア大学から来てた専門家で安全保障の本なんかも出してる方とちょっと話したんですけれども、うん、要するに北朝鮮っていうことにの問題に関してはもうすでに中国はある程度の成功を収めた、うん、つまり、金正恩とその、うん、をこの対話の場に引きずり出すということが中国のおかげであるというふうにトランプにすでに認めさせているという段階で、うん、まあ、中国というのはその自分の役割を果たした感があるんですね、うん、でそうなってくると今度の米朝首脳会談でそれがどのような結果になるかっていうのは、うん、もう自分の責任じゃなくて米朝君たち2人の話し合いの結果で、決めてくださいと、うん、だから私たち中国自体はそんなに干渉しない中国の仕事はここまでみたいなところがあるというふうに見てましたね。で確かに客観的に見ても、うん、その金正恩さん2回中国に来てる割には、うんうん、中国側が動いてないんです。金正恩北朝鮮のために動いてない。で、うん、私はアメリカに組みするというか、うん、まあ、もう北朝鮮見捨てるのかなと思ったんですけども、そういう言い方で、その専門家はそういう言い方ではなくて、うん、北朝鮮の問題は、もう、アメリカに任せると。その結果、どういう結果になっても、北朝鮮が特に損をするという。